というのはデザイン&アートディレクションという意味です。その略です。このデザインの D とアートディレクションの D ですね。で設立は1962年で、非常に古くて45年以上の歴史があるというところで、初めは本当にデザイン寄りで幾人かの、有名なイギリスのデザイナーが中心になったんですけれども、現在ではもうちょっとビジネス寄りの視点をこう大事にしていこうということで、結構受賞作品も実際にどううまくビジネスに結びついたかというところでも評価ポイントが高くなってきました。